モガルーシカさんからいただきました墓地教官です下校時間のスタートダッシュに失敗したら図書室でしばらく身を隠すえどういうことですかちょっともう学生じゃなくなって早ううん年1年下校時間のスタートダッシュってなんだ,なんださようならプレえ, <laughs> <laughs> え、なんか早く帰らないといけないのかな証拠口がね、混み合うから 人がいっぱいになっちゃっても割り込んでいけないかうわーってなっちゃうから一旦ピークを待つんだ図書室でえ帰ろうよ帰ろう普通に帰ろうそれは帰ろうよ一緒に帰ろうよお一緒に帰ろういやいいんですかそんなこと言ってしまって無責任ですよ確かに自分の発言に責任を持ちます大変申し訳ございません本気にしちゃったらどうするんですかそうですよねえ青山さんあの時一緒に帰ろうって言ってくれましたよねえ待ってたんですけどはいずっとあの すみまあの本当にあの私の無責任な発言で皆さんを不快な思いにさせてしまったことを心からお詫び申し上げます申し訳ございませんでした。バシャ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 バシ,シっ<こ> <laughs> でもさこんなんでボチだロックのアニメってこんなテンションな。<laughs> 確かにそう、ね、<laughs> 確かに通るよね。ちょっと思っちゃった <laughs>。 なことしてんなと思った今。<laughs> そうだよ急にさなんか。確かにコンビニうまくいかなくて。そうだよ、すぐあの捕まって、はい、死刑ってなったし。<laughs> <laughs> そうじゃん。やばいな。ちザラジオ、ぼっちザロックやっぱ踏襲しすぎてる。本当だね。みんな言うんだよ。うん、なんかぼっちザラジオ聞いてると、本当後藤一人が喋ってるみたいって。うん、そんなことないよ。私はぼっちじゃねえよ。全然友達いるし。